1922年の当駅アメリカ合衆国国家歴史登録材説明版タンパユニオン駅はフロリダ州タンパノースネブラスカーベニュー601にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れているタンパユニオン駅は1912年5月15日に開業した本来の目的は一つの駅でアトランティックコーストライン鉄道 シーボードエアライン鉄道及びタンパ北部鉄道の旅客取扱いを統合することだった。1974年にアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。1950年代を通して高速道路や航空旅客輸送の連邦政府の投資はタンパユニオン駅の未来を衰退させ始めた。旅客列車の乗客は九百五十年代から二十年間 通じて利用者数が減り続け、タンパユニオン駅は修繕に苦しむようになった。1980年代に入ると降雨があれば、雨漏りし、漆喰が定期的に天井から剥落するような状態だった。1984年から14年間、アムトラックの乗客は駅のプラットホームに隣接するプレハブ建物内の駅窓口と待合室の間に合わせ使用をしなければならなかった。 1988年にタンパイユニオン駅保全、再開発株式会社が当駅を修復するための助成金を調達することを目的に設立された。1991年にタスプ &R は元所有者の鉄道の後継企業である貨物鉄道会社 CSX からタンパイユニオン駅を購入した。タスプ &R は駅舎修復工事のための資金を調達するための 努力をし、助成金や融資を通じて400万ドルの調達に成功した。調達先は、フロリダ州運輸省を通した、連邦政府陸上交通輸送効率化法に基づく、補助金、タンパ市の補助金、歴史保存のためのナショナルトラストの無ローン等である。修復工事の過程で、プルマン、タンパユニオン駅会社及びシーボードエアライン鉄道に、 関連する数多くの文書が駅で発見された。ボランティアはそうとされ、南フロリダ大学図書館特別コレクション、シカゴのニューベリー図書館に収蔵された。修復工事は1998年5月に完成して、駅はリニューアルオープンしアムトラックの乗客と講習の利用を開始した。タンパユニオン駅が100周年を迎えた2012年に、全米鉄道歴史協会によって、 歴史的鉄道のランドマークとして登録された。アムトラックのタンパユニオン駅に発着する列車は下記の通り。当該列車は、傍聴線を運行するようにタンパを経由し、当駅で折り返す。レイクランド駅は、片道で2回停車する。当駅では下記のバスに連絡している。ありがとうございます。